五感一兵衛、その一番最後のページなんですけれども、まあ、解説こうある通りで西暦153年、2世紀ですね。でずっとこう帰ってきて、今この最後のページにたどり着いているんですけれども、今日はここを書いてみようと思います。この産業なんですけどもね、こう揃えてありますね。で結構うねってます。ここを長く見せるとか、こう細長く少し入ってくるとか、こういう形で、結構直線的に行ったりしています。さあ、まず口の位置なんですけれども、かなり右へ寄る感じです。ここを、つけないんですね。でこう下がるぐらいでちょうどいいぐらいのうねりで、で少し左から、でここは跳ね、さらに長く、そしてで止めると、でここへ来て、うん、で次は象の字なんですけれども、で長く、少しそれぐらいでもちょっと直線すぎましたかね。柵の地ですね。ここはかなりだんだん長くなっていきます。で最後太くで払うと、強く出て逆へ行き、少し左へ、でこういう風横角、会社だと入って中軽くして太くして、止めるとともに右払うとか少し反るとかっていうことをするのに対して、隷書になると右上がりにならない、太さに、あまり変化がない。これ払いの時だけ、太くしますけど、それ以外はかなり、直線的になるので、単なる棒にならないようにっていう細かい、変化ですね。あまりにも単純な、デザイン文字にならないようにと。
けようことだと思います。ちょっとこれどこまで行ってるかが不鮮明。ちょっと騒ぎすぎたかもしれない。でちょっと長かったですね。なかなか難しい。さあ最後なかなか難しいんですが、こう少しこうガムリナと丸みがつく、その丸みを出すというのも慣れないと、慣れれば開けないのですが、慣れないと厳しいですね。今書いてるこの字は置いて、という字になります。そしてこれ、で始める、で最後の字がわからないと、君は百国の理の者を造作す、こうは無休に垂れ、これにおいて死何度か、長い右払いが見えているのですが読み取れないということで、今日はこれね、ちょっといきます。最後はねちょっと読み取れないですね。今日はここまでにします。